ケイちゃんチャンネル始まるぞ。ケイちゃん応援団切り抜きチャンネル始まるよ。お疲れ様です。今月席入れようと思ってます。早いな。なんか話がちょっと滞ってるんで相談乗ってくださいみたいな話じゃなかった。いやいや、そうだそうだった。そうですよね。で、だからその時は、その時はそうです。そうです。いい夫婦の日。そんなの嫌いな人じゃなかったでしたっけ？いや、本当そう。あんま好きじゃない、そういうのね。したらなんかいろいろ。いや、もうベタ中のベタですけどね。ベタ中のベタで。まさかの？だから加藤浩二は7月7日、我々は11月22日みたいな。加藤さんって7月7日、7月7日は七夕ボーイですね。そんなの嫌いそうなのにな、あの人。意外とやりますね。意外とやるんですよ、あれは。僕らがどんどん揃って。それも、ときめきボーイズですね。これも私が言ったわけじゃないし、ね、いや、まあ。西野さんからの提案だったとしても突っぱねるかなと思って、そのなんかいい夫婦の日とか嫌だよって言いそうじゃないですか。いや、言いましたよ。忘れられないですよね、いい夫婦の日は。なんかバカにしてんのか。いい夫婦の日バカにしてんのよ。いい夫婦の日が毎年出るじゃないですか。いい夫婦の日に入籍する人出るじゃないですか。いっぱいいるから。俺今まではバカにしてきてましたけど、もう今年からできないです。来年からかな。来年からで、今年からにしてくれ。今年からできないです。まあでも、いや、よかったです。そうか、だって山さんのことだから、こうそういうね、思いは固まったけど、いろいろ進まないんだろうなと思って、なんか今日は重い背中を押すかと思いながら来たんです。でももうその通りでした。動かないでしょ。全然動かないで、結構最近この本当1週間前ぐらい。1週間ぐらい。キーチョンチャンネルも登録よろしくお願いします。